皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきたいと思います。はい、ということで今回も選手データ、コツコツまとめていきたいと思います。今回はリクエストのあったミランとインテル、こちらのミラノダービー一気にまとめて紹介していきます。このようにリクエストがあれば先にやるかもしれませんし、順番にやるかもしれませんが、まあ、気になるチームがあればぜひコメントで教えてください。はい、ということで、今回、ミラノダービー一気に紹介していくんですけど、過去にはいろんなチーム、すでに紹介しております。まあ、プレイスタイル変更まとめだと、まあ、個別でいろんなものもまとめてますし、チームでまとめているものもあります。それらの動画もね、ぜひご覧いただければと思います。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ではまずは総合値の方から見ていきましょう。まずはミラン側いきましょう。ミランで言うと結構守備的な選手上がってるんですけど、まあ、攻撃的な選手は結構下がってる選手多めかなっていう感じです。まずゴールキーパーメニャン1上がって83、タタヌシャルは言いにくいね、タタヌシャル、こちら4下がって76ということで金降格。シモンケア2上がって83、トモリも3上がっての、こちら81ということで金昇格。ガッピア4上がりましたね、78ということで銀昇格。ロマニオリは3下がって81です。カラブリア上がりました。フロレンツィは下がりました。コンティも下がりました。テオエルナンデス上がってもいいのかなっていう感じしましたが、ステイでしたね。右側行きましょう。まずベナスル変わってません。バカ横1下がりました。トナーリも1下がりましたね。ただケシエ上がりました。順当な評価ですかね。あとはセレメケルス1上がり。ブラヒミディアス2上がり。最後フォワード陣カスティジェホ2下がっての78、銀降格。レビッチ1下がってます。メッシアスが2上がって、イブラは1勝。ジル1下がり、レアオン1下がり、ペッレグリ1下がりということで、この辺はトリプル1下がりですね。はい、次、インテルの方見ていきましょう。インテルはそうですね、右側ほとんど青いんですけど、まずゴールキーパー、ハンダノビッチ3下がって84ということで、銀降格、いや、金降格ですね。センターバックで言うと、バストーニとラノッキアは1上がっています。ダンブロージオ1下がり、コラロフ5下がってて78ということで銀降格。リマルコは2上がって79ですね。右側行くとまずブロゾビッチが CMF から DMF にポジション変更してます。バレッラ2上がって85、あとは下がってます。ビダル、センシ、ベシーノそれぞれ1、2下がって、ベシーノは銀降格ですね。ペリシッチ、エリクセン1下がって金昇格、違う、金降格。チャルハノールも1下がり、ホアキンコレア、そしてジェコも3下がっての金降格となっています。サンチェス、ラウタロ、ガリアルディーニ、この辺は変わってないという感じになりました。はい、ということで、まあ、インテル、まあ、中盤からフォワードにかけてほとんど下がってますし、まあ、バレッラが唯一上がったんですけど、まあ、ハンダノビッチ、コラロフ含めてインテルはちょっと厳しい評価になりましたね。優勝したんですけど、どうしたことでしょう。はい、ここからは、個別で見ていきたいと思います。まずはミランの方から、センターバックシモンケアですね。こちらスキル追加、ブロッカーエアバトル、スライディングが追加になってます。続いてロマニオーリ、こちら身長下がりましたね。188から185ということで結構縮んだので、まあサイドバック起用の方が向くんじゃないかなっていう感じします。ブロッカーとエアバトル、スキルは2つ追加です。続いてともに、こちらもスキル追加、エアバトルとスライディングの追加ということでシンプルな追加です。続いてガッピア、こちらの選手もスキル追加、ブロッカーとエアバトルが追加ですね。続いてカラブリア、こちらもスキル追加、ピンポイントクロスとスライディングが追加です。続いてフロレンツィ、こちらまず適性がいろいろ変わっていて、 OMF 左サイドハーフ、左ウィング、濃い適性が薄い適性に、あと ST の薄い適性はなくなってますね。スキル変更でスルーパスとアクロバティッククリア、いいスキルがなくなって、シャペウとバックスピンロブが追加になってます。続いてバロトゥーレ、こちらは適性ですね。DMF、CMF、右サイドバック薄い適性あったんですけどなくなってます。続いてベナスル、こちらはスキル追加、スライディングの追加ということで、まあ、シンプルな追加になりました。続いてバカ横、バカ横結構移籍すること多いんですけど、こちらはマリーシアがなくなってスライディングの追加ということで、まあありですね。はい、次はトナーリですね。こちらプレイメーカーからアンカーへプレイスタイルの変更と、あとスキル変更、マリーシアがなくなってインターセプトがついたということで、これはなかなかいいんじゃないですかね。はい、次はケシエですね。こちらスキル追加、チェイシングとスライディングの追加ということで、結構守備的なスキルが追加になっています。もう一つ空いてるんで追加枠も残してる、ここもなかなかいいポイントですよね。続いてクルニッチ、こちら DMF と左サイドハーフ薄い適性が濃い適性に変わってます。セレメケルス、こちらの選手はチェイシングがスキル追加でされています。3つになりました。次がブラヒミディアスですね。こちら適性は CF が濃い適性が薄い適性に、あとプレイスタイル
インサイドレシーバーだったんですけど、チャンスメーカーに変わってます。あとはスキル、バックスピンロブがなくなって、ダブルタッチルーレット、軸裏ターンが追加ということで、まあ足元系スキルが追加になってますね。スキルは全部で10個になるので、追加枠はなくなってます。続いてカスティジェホ。こちらの選手はスキル、スルーパスとスパサブがなくなったということで、ダブルスがなくなったので、ちょっとこれは痛いですね。続いてイブラヒモビッチ。こちらはポストプレイヤーがターゲットマンということで、新プレイスタイルと ST が濃い適性が薄い適性に、あとはスキルですね、スルーパスと PK キッカーがなくなって、シャペウとワンパが追加ということで、まあスルーパスがワンパになったという感じですかね。まあ悪くないのかなという印象です。はい、次はジルーですね。こちらもポストプレイヤーからターゲットマンと、このプレイスタイルの変更プラスエアバトルがスキル追加されてます。続いてレアオン。こちらは OMF の薄い適性がなくなりました。はい、最後はペッレグリ。こちらの選手はポストプレイヤーだったんですけど、今作ラインブレーカーということで、なかなか FP 楽しみなんですけど、2019以来ですかね、来ておりません。はい、ではここからインテルの方を見ていきましょう。まずゴールキーパーハンダノビッチ、こちらキャプテンシーがスキルなくなってます。続いてシュクリニアル。こちらはスキル追加、ブロッカーとスライディング追加です。続いてデフライ、こちらもスキル追加、ブロッカーやバトル、スライディング追加です。続いてバストーニ、こちらはハードプレスからオーバーラップのプレイスタイル変更と、あとスキルエアバトルとスライディング追加です。続いてラノッキア、こちらもスキル追加、ブロッカーやバトル、キャプテンシーが追加になってます。続いてデュンフリース、こちらもスキル追加、 PK キッカーとスライディングの追加ということで、 PK はいつ蹴ったんでしょうね。続いてダンブロージオ、こちらの選手プレイスタイル攻撃的サイドバックから守備的サイドバックということで、真逆のプレイスタイルと、あとセンターバック薄い適性が濃い適性に変更。スキルはピンポイントクロスがなくなって、ヘッダーとマンマークが追加になってます。まあ守備的になったっていうイメージですね。続いてダルミアン、こちらもプレイスタイル攻撃的サイドバックが守備的サイドバックのプレイスタイル変更と、あとスキルロングスローエアバトルスライディングが追加になってます。続いてディマルコ、こちらもプレイスタイル攻撃的サイドバックがインナーラップサイドバックに変更と、あとセンターバック薄い適性が濃い適性、スキルは PK キッカーがなくなって、ワンタッチシュートとアウトスピンキック、インターセプト、アクロバティッククリアということで、なかなかいいスキル追加になりましたね。続いてコラロフ、こちらはスキル低弾道ロブがあったんですけど、こちらがなくなったということで、9つのスキルということで追加枠ができました。続いてブロゾビッチ、こちらプレイスタイルボックスというボックスからプレイメーカーということで、新しくプレイメーカーに変更と、あとスキルワンパと闘争心が追加になって、スキル枠埋めてしまいましたので、追加ができなくなってます。続いてバレッラ、こちらスパサブがね、残念ながらなくなったんですけど、ミドルシュート、ピンポイントクロス、スライディングの追加で、なおかつスキル枠1個残したということで、まあ、これはまあ悪くはないでしょう。スパサブはちょっと痛いですけどね。続いてビダル、こちら OMF の薄い適性が濃い適性と、スキル変更はワンタッチシュートなくなって、スライディングが追加になってます。まあ守備的なスキルはいいですね。続いてステファノ選手、こちら右サイドハーフ薄い適性がなくなったのと、あとはスキル変更、チェイシングがなくなって、足裏コントロール、ミドルシュート、バックスピンロブ、低弾道ロブの追加ということで、まあスキル結構増えましたし、まあミドルシュートの追加なんか嬉しいところです。続いてガリアルディーニ、こちらもスキル変更、ヘッダーとマンマークがなくなって、ミドルシュートとインターセプトがスキル追加ということで、スキル2つ変更入ってます。続いてペリシッチ、こちらはプレイスタイルウィングストライカーが2列目からの飛び出しということで、なかなかいいプレイスタイルに変更されたので、これは美味しいですね。続いてエリクセン、こちらは適性 DMF の薄い適性が濃い適性に変わってます。続いてチャルハノール、こちらはスキル変更、ヒールトリックがなくなって、ピンポイントクロスということで、ピンポイントクロスの方が個人的には使うこと多いんで、これはいい追加になったかなって感じです。続いてホアキンコレア、こちらはエッジターンとマリーシアのスキル追加ということで、スキル枠がね、残念ながら埋まってしまったということで、なおかつ今回スキル追加されたのそんなにいいものじゃなかったので、ここは残念です。続いてラウタロー、こちらは OMF の薄い適性がなくなりました。シンプルです。続いてジェコ、こちらはポストプレイヤーからターゲットマンへの変更と、あとはスキル変更、コンカとミドルシュート、シュートスキルがなくなって、足裏コントロールということで、スキル枠1個空いたんですけど、コンカミドルなくしたのはちょっと痛いかもしれないですね。はい、次はアレクシス・サンチェスですね。こちらデコイランからリンクフォワードということで、新しいプレイスタイルに変更です。はい、ということで今回はミランとインテル2つのチームの選手データまとめやっていきました。いかがだったでしょうか。やはりプレイスタイルの変更が大きく目立ったかなということで、アンカーになったトナーリだったり、ラインブレーカーになったペッレグリ、そして2列目からの飛び出しになったペリシッチ、なかなかいいプレイスタイルの変更もありましたし、まあバレッラのスパサブなくなったりとか、まあそういう部分もあるんですけど、まあ楽しみなプレイスタイルに変更された選手も多いんで、
個人的にはこの2チーム楽しみになりましたね。はい、ということで、またね、別のチームなんかも紹介していきたいと思います。こちらのチャンネルでは e フットボール2022情報、いろんなものを再生リストに動画まとめてるので、よければそちらもご覧ください。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。視聴ありがとうございました。